こんにちは、渡辺渚です。ただね、渡辺さん、はい、漢字は強いんですけれども、うん、世の中にはいろいろなクイズがあります。今日6年目なんで、はい、ですね、いや、間違えられない。ペオ星なら誰でも解ける問題ではあるので8割答えられなかった場合には罰ゲームをするかもしれないので。サビヒトチャンネルでそんなんありました今まで。まず渡辺さんにこれはもう頑張ってもらいたいという我々の愛の無知と思って受け取っていただければなと。はい、あ、これは余裕ですよ。何年書いてると思うんですか。これは余裕ですよ。ありがとうございます。自分の学校の名前ですからね。よーい、スタート。これもだってね、簡単ですかね、うん、ですよ。あの、ピオの子たちは、あの、普通の先生のことを、まあ、先生って呼ばないんですよ。なるほど。さん付けで呼ぶんです。なんですか。福沢先生しか先生はいないから。なるほど。はい、なんか150周年迎えてたのは覚えてるんですよ。そうなんですか。150は言ってると思うんですよね。150言ってるってことは1868。でもそれよりもうちょい前だと思うんですよ。150。さあ残り10秒切ってますよ。残り5秒、4、3、2、1。スタート。30秒でしたっけ。30秒です。頑張ってください。なるほど。うん、そう。で、あの、優勝して、優勝しましたね。開演前から三田までパレードするっていうの、参加したんですよ、ちょっと。なるほど。でもそれが何回目の優勝だったのか。残り5秒、なんか書いてください。終了。2人しかいないんですね。もっといっぱいあるのかと思ってました。やっぱ、ウサギレイちゃん東大なんですかね。東大一番多いです。あー、そうなんだ。さあ、慶応大学。難しいな、ね、結構有名な人ですよ。割と最近です。割と最近有名な。残り10秒です。5、4、3、2、1。なるほど。ビリギャル過去あ
ってサブタイトルですよね。そうです。残り15秒になります。箱にいるんですよ。在学中、卒業生両方含めてです。全然知らない。残り15秒です。さあ。その多くないですよね。金メダル本当。1、3、2、1。なるほど。自信としては何点ぐらい取れてそうですか。いやでもまあまあ半分はとりあえず超えてるんじゃないかなっていう。なるほど。正解です。それはもちろん何かも書いてますから。何千何回と大文字も略しちゃダメですか、ね、そうですね。あの王じゃない応援の王じゃないってことですね。素晴らしいです。ここなんですよ。ここが慶応生の誇りと。そうです。正解です。それも当然ですよ。あ、1863年。惜しいですね。1858年になります。5年か。5年ってことは今年160周年ってことですね。そういうことだ。なるほど。なんで私答えられなかったんだ。あこれ時間も短いんですよ。ゆっくり考える時間を与えてくださいよ。8個。これですね。残念です。いやなんだよ、数え間違えてる。なんか何かがないって私思ってましたもん。慶応大学学部は10個になります。あー、何の2個忘れたんだろう。あ、それが次の問題。そうです。文学部、経済学部、法学部、医学部、理工学部、看護学部に総合政策学部と、あと時間がなくなくて書けなかったんですけど、はい、環境情報学部ありますね。上から正解っていきますね。上からというか、文学部、はい、経済学部、法学部、小学部。あー、小学部だ。あで、医学部、理工学部、総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部、で薬学部ですね。いや、小学部なぜ忘れた。私キャンパスも一緒なんですよ。ああ、もうこれちょっと友達怒ってますよ絶対。怒ってますよ。小学部にいっぱいいますよ友達。やばいですね。正解は35回。惜しいじゃない。いいじゃん1回くらい。いや、惜しいんですよ渡辺さん。これなんで34回と。ちなみに私のクラス34回。もうなんかふと34が降りてきました。なるほど。2017年の秋優勝して35回。そうなんですね。去年ね、この春もまた優勝できそう。なるほど。みたいですよ。だから私統計戦行こうと思います。あの正解は小泉純一郎さんで、フルネームじゃないっていうところですよね。まあダメですね。バッテンです。覚えてください。小泉純一郎さん。え、感動したのね、小泉純一郎さんって全然わかんないんですけど。ひどいか。これジェネレーションギャップですか。うん、だと思います。なるほど。学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話。なんで私は偏差値33だったんでしょうね。でも思い出せそうで思い出せないんですよね。これちなみにこれ読みました。本は読んでないんですけど映画で
あ、有村架純さんの、はい、大号泣しました。あ、そうなんですね。感動ですよ、なんか頑張っていく、あと家族の支えとか。なるほど、うん、実はこれも惜しいんです。え、惜しいんですか？5人です。うわぁ、いやでもね、聞いてください、私全然分かんなかったんですよ、はい、でもなんか空から福沢先生が読んだよって言ってる気がしたんですよ。福沢先生のせい、打点かな、ああ我が義塾、慶応慶応慶応。残念、一文字足りないんですよ、だって時間取られたもん。いやこれクイズ問題というのはですね、やっぱ、いやこれはもうね、ここでなんか略して応援の王とかにしたくなかったんですよ、そのプライド。そう、あ、それは素晴らしいですね、これ愛校精神っていうか、そう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 、まあ、あげたい気持ちはあるんですけど、まあ、残念ながらね、これ甘くしちゃうと渡辺さんの成長には、え、この王の仕掛けったら正解ですか？正解です。丸？丸です。結局のところ、2問大事ですね。考える時間がなくて、もう焦っちゃいましたね。大変ですね、落ち着いて解かないと。田中さん、世の中にはね、関係以外にもたくさんのクイズありますんで。はい、まあ、残念ながら2問ということで、後日罰ゲームをどこかで執行しますので。本当に罰ゲームするんですか？まあ、それもどこかでドッキリという形でね、罰ゲーム執行しますんで覚悟しておいてください。やだー、慶応生なら誰でも解けるよね、慶応大学クイズでした。バイバイ。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。鹿島です。田島です。第71回サメキタチャンネル始まりました。はい、始まりました。このチャンネルでは、ハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャーサメ島と北島の個人的意見、感想をお届けいたします。はい。今回はちょっと告知内容が多いので、テンポよくいきます。はい。ゆうきまおみです。はい。23日水曜日、はいはい、NHK 教育テレビ、はい、今日の料理に出演いたします、はい、こちらぜひご覧ください。グローバーです。20日日曜日、東京 MX 激論サンデークロスに出演します、はい、今回の政治家ゲストは片山さつきさんと山尾しおりさん、女性2人の論客とグローバーが渡り合うわけですけれども、まあ、4月以来の2回目の出演ということで、まあ、大物政治家を相手にどう？緊張するでしょうね。緊張すると思う。そもそも生放送ってのは緊張するでしょうね。緊張します。出たことないか分かんないですけどね。グローバーさん、頑張ってくれると思います。はい、ぜひご覧ください。はい、橋本まなみです、はい。21日月曜日、はい、フジテレビ、ネプリーグに出演いたします。はい、活躍しました。してました。お、二世チーム対、成り上がりチーム。お、橋本は、成り上がりチームで随所に、持ってる女のね、どの問題答えたんですか？それを言ってしまうと、問題もダメなんですか？もちろんですよ。それはもう、オンエアを見ていただいて。朝日奈です。はい。21日月曜日、日本テレビ世界、まなみに、失礼します。私が小さい頃からやっている。いや、僕が小さい頃からやってます。ところジョージさん、水田健さん、このものに囲まれて、朝日奈はどう頑張っているのか、皆さんぜひ注目していただければと思います。はい。ほのかです。はい。21日月曜日、はい、週刊大衆に、撮ります。はい。こちらも手に取って見ていただければと思います。はい、ということで、はい、今週以上です。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあね。お願いします。